はい。えー、お疲れ様です。そっか塾の子です。えっ、ー、とね、クレジットカードの請求書が来たんですけども、身に覚えのない引き落としがあるんですよ。というのがね、スノーピークオンラインストアっていうね、キャンプ用品の会社なんですけども、私全くこれね、覚えがないんですよ。こんな会社と商品の取引することもないですしね。で、金額が突出してるんです。118,800円ですよね。だから、 この審判会社に連絡しました。これ、明細書がすぐ来て、これ一体何なんですかっていうふうに。まあ、そうすると、担当の方がすぐにね、連絡してくださって、あの、カードの不正利用の恐れはないですかとか、カードナンバーが盗まれた覚えはないですかとかね、そういうことをいろいろ聞いてきたんですよ。で、フィッシングの手口をいろいろ教えてくださって、パソコン上で何かトラブルが起きたっていうふうなあの連絡が来て、それに対して対応すると、そういうことが。 盗まれるってことがありますよってことだったんですけど私もそれ警戒してるんで全くないと思うんですよねだからねどっから漏洩したのか全く分かんないんですよ分かんないんですけどもどうなったかっていうとまずはこれね今日届いた明細で今日連絡して手続きしてもらったんですけどももうねシステム上引き落としはされますってことだったんですよですので11万8800円は私が一旦払うことになりますでその後リサーチをして私本人が使ったことではないっていう裏付けがねやっぱこう取れるらしいんですよ そうなったら、おそらくですけども、このカード会社自体が入っている保険、そして私がカードと契約するときに自動的に入る保険で、この金額を補填されることになると思うんですよね。まあですんで、私は後ほど、118,800円が還付されるっていう仕組みだと思います。でもね、悔しいのがね、そうやって保険のおかげで私は被害がないんですよ。だから、私もそれでもう一件落着ではあるんですけども、じゃあね、このお金を、 盗んだ人がもしいたとしたらね、その人は何の男前もなく、これを繰り返せるじゃないかってことなんですよ。で、もちろん、審判会社は、118,800円の損害が出ますけども、それはそれで、保険で補填されるでしょ。で、うまいことを、360度地ならしができちゃうわけですよ。で、誰も被害者ないよねって形に、一応はなるんですよね。なるんですけども、だとしたら、このカードの不正利用によって、 11万8800円を詐取した方ってのは、お咎めなしってことになっちゃうんですよね。で、どこでどういう風にそれがなったのかとかね、わかんないわけですから。うん。で、仮に犯人なるものが見つかったとしてもね、何らかの手続き上のミスですっていう風に言い逃れられることもあり得るんですよね。うーん、まあそうなってくるとね、悪い考えですけども、こういった経験をもとに、じゃあ、カード番号を盗む方に回ろうかなって人が、 これから出てくるんじゃないかなと思ってね。いやはや。恐ろしいですね、うん。まあそんなことが私の身にもありましたってことです。私もこうやって通販とかね、クレジットカードの番号、かなり、えー、厳正に処理してるんですけども、それでもね、こういうことがあるわけですよ。で、皆さんに言いたいのは、この明細書ってのは必ずチェックして、一つ一つ項目ごとに自分に身覚えがあるかどうかってことはちゃんと確認して、これなんだろうかなと思ったらね、カード会社に連絡をして、ね、すぐ電話をして、 問い合わせをした方がいいと思います。そうすることによって、カード会社のセキュリティ能力ってどんどん高まっていきますんでね。だからお客さんが自分の使ったお金とか流出したお金に無関心だと、カード会社も、あ,あ、何も起きてないんだなっていうふうになっちゃいますからね。だから少しでもおかしいなと思ったら、こういうふうに一つ一つ確かめることが大事だというふな、そんなお話でした。それでは。